ジェローム・K・ジェロームは、イギリスの作家。ユーモア旅行小説、ボートの三人男で著名。ウォルソールのブラッドフォードストリートの角、カーマロード一番地で生まれ、ロンドンで貧困のうちに育った。他の著作に、エッセイ集のアイドル・ソーツ・オブ・アン・アイドル・フェローと、セカンド・ソーツ・オブ・アン・アイドル・フェロー、ボートの三人男の続編である、小説スリーメン、オン・ザ・バマルなどがある。ジェロームは、ジェローム・クラップとマーガリット・ジョーンズの4番目の子供である。兄弟のうち2人は姉で、ポーリナとブランディナ。カズトは兄で、ミルトンといい、幼くして死んだ。ジェロームは、父の改名に従い、ジェローム・クラップ・ジェロームと命名された。K が現れるのは、後々のことである。地方鉱工業への投資失敗のため、一家は、貧窮し、借金取りがよくやってきた。この経験を、ジェロームは、自伝My Life and Timesで鮮明に描いている。若いジェロームは政治家文学の道に進むことを望んでいたが、13歳の時に、父が、15歳の時に、母が死に、学校を辞めて職に就くことを余儀なくされた。ロンドン&ノースウェスタン鉄道に雇われ、はじめは、線路沿いに落ちた石炭の回収をした。彼はそこで4年間働いた。1877年、姉ブランディナの演劇熱に触発されて、ジェロームは、ハロルド・クリッチトンの芸名で役者をやってみることを決めた。彼は、ある移動劇団に加わった。この劇団は、格安で演劇を提供することを試みており、時には、衣装や小道具の購入資金を俳優自身の、貧弱な財源に頼ることすらあったのである。後にジェロームは、オン・ザ・ステージ、アンド・オフの中でこの時代をコミカルに回想している。当時、彼は、明白に無一文であった。3年後、地方巡業中、うだつの上がらない日々の中で21歳のジェロームは、舞台生活に見切りをつけ、別の仕事を探すことを決意した。彼はジャーナリストになろうとして、随筆や、風刺文や短編小説を書いたが、大半は不採用だった。続く2から3年の間、彼は、教師、梱包業者、事務弁護士の秘書であった。最終的に、1885年に彼は、オン・ザ・ステージ、アンド・オフで成功した。このユーモラスな本が刊行されたことは、さらなる戯曲や随筆への道を開いたのだった。続く1886年には、ユーモア随筆集アイドルソートオブアンアイドルフェローが刊行。1888年6月に、ジェロームは、ジョージナ・エリザベス・ヘンリエッタ・スタンリー・マリス別名、エティと結婚した。彼女は、最初の夫と9日前に離婚したばかりだった。5年の結婚生活による連れ子が、カズといて、呼び名は、エルシー、本名は、母親と同じジョージナであった。蜜月は、テムズ川で過ごされた。このことは、ジェロームの次の作品、すなわち、ボートの三人男に、重大な影響を与えたのであった。ジェロームは、新婚旅行から帰ると、すぐに、ボートの三人男を書き始めた。小説には、彼の妻の代わりに、親友のジョージ・ウィングレイブとカール・ヘンチェルが登場する。これによりジェロームは、テムズ地方の歴史と絡み合った。滑稽な状況を創作しやすくなった。1889年に出版された、ボートの三人男は、すぐに大当たりし、現在に至るまで刊行され続けている。その人気たるや、テムズ川のボート数が出版から1年で 50% も増加したほどである。テムズ川への観光客の誘致にも大きく寄与した。はじめの20年間のうちに、全世界で100万部以上が販売された。ボートの三人男は映画、テレビ、ラジオ、舞台劇、そしてミュージカルにもなった。その文体は多くのユーモア作家や風刺作家に影響を与えた。ボートの三人男が未だに名脈を保っている理由は、そのスタイルと時代、場所の変化に影響されない関係性をうまく選択したことにあると言えるだろう。本の売り上げがもたらした経済的な安定によって、ジェロームは、すべての時間を執筆に費やすことができた。彼はいくつかの戯曲、随筆、小説を書いた。しかしそれらが、ボートの三人男の成功を再現することは、決してなかった。1892年に彼は、ロバート・バーによって、雑誌アイドラーの編集者に選ばれた。この雑誌は、挿絵付きの風刺的な月刊誌であり、雑誌の謳い文句によれば、怠惰の価値を理解する紳士たちを読者としていた。1893年には、ジェロームは、ツーデーを創立した。しかし、彼は、経済的な困難と名誉毀損の訴訟によりどちらの出版からも撤退しなくてはならなかった。1898年、ドイツへの短い滞在が、スリーメン、オン・ザ・バマルの構想を生んだ。同じ登場人物たちを外国での自転車旅行に再導入しては見たものの、この本は前作のような生命力と歴史への深い洞察を発揮することができなかった。またこの作品は穏やかな成功を見たに過ぎなかった。1902年に彼は小説ポール・ケルバーを刊行する。これは一般に自伝的作品だとみなされている。1908年の戯曲パッシング・オブ・ザ・サード・フロアバックは大衆に受け入れられたとは言い難く、このことはジェロームをさらに陰気にした。ジェロームは戦争が勃発すると国に奉仕しようとしたが、56歳であったので、イギリス陸軍に拒否された。それでも何かがしたかった。彼はフランス陸軍の救急車運転手に志願した。戦争体験は、義娘のエルシーの死と同様に彼の精神をめいらせたと言われる。1926年、ジェロームは自伝 My Life and Times を出版している。その直後に、ウォルソルクは彼に区の自由人の称号を授けた。1927年6月、デボン発チェルテナムノーザンプトン経由ロインド2機の自動車旅行中、ジェロームは麻痺的な発作と脳出血に襲われた。彼は死亡するまでの2週間、ノーザンプトン総合病院で寝たきりの状態であった。彼は、ゴールダーズグリーンで火葬され、灰は、オックスフォードシャー州ユーエルムの聖メアリ教会に埋められた。エルシー、エティ、そして姉のブランディナも同じところに埋葬されている。現在では、ウォルソルの彼の生家に記念館があり、彼の生涯と業績に捧げられている。ありがとうございます。